ドンバスアリーナは、ウクライナドンバス地方ドネツクに位置する、球技場。2009から10シーズンから、FC シャフタールドネツクの本拠スタジアムとなっていたが、2014年、ウクライナ内戦の影響で、アリーナリビューに本拠地を移した。その後2017年より、メタリストスタジアムに再移転した。ドンバス、アリーナ外観設計は、シティオブ、マンチェスタースタジアムやアリアンツアレーナ、 北京国家体育場などの設計で有名なアラップである。2009年春工時のコケラ落としはビヨンセのアイアムツアーサッカーでは9月27日の FC オボロンキ F 戦であった。2012年6月ユーロ2012の試合会場の一つとして利用された。2014年8月23日、ウクライナ軍と親ロシア派の衝突で市街地が戦場化。 市内の中心部にある同スタジアムも爆破の被害にあった。シャフタールの公式サイトでは動画を公開し、爆破で天井が落下、至るところで銃痕のような跡がある被害の様子が映し出されている。そのすぐ1ヶ月後の9月19日にも二度の爆発が確認され、スタジアムにも被害が及んだとシャフタールが声明を発表した。2015年夏には、 ウクライナ軍とドネツク人民共和国との衝突で、本スタジアムでも被害が受けた。ありがとうございます。